はい、どうもこんにちは。ボッボボッボボッボボボボボボてっぺいです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。今回なんですけどもね、超大人気相模川のポイント、そこに来ております。まずはね、神抜川河口ということで、相模川に流れ込む支流神抜川、こちらの出口ですね、そこをやっていきたいと思います。出口付近で30分フィッシングということで、さあね、最近結構雨が降ったと思うんで、の割には本流の水が動いてないなって感じですね。結構相模川も結構ガチ勢が最近多いような気がします。タックルはね、ヘビータックル1本と超ウルトラライトタックル1本っていう超極端な感じ。さあどうでしょう、まあ言うてもね、超ハイプレッシャー。そして今回は珍しくね、この神抜川っていうこの川が結構流れてる感じしますね。相模川本流よりか支流の方が流れてるのかな。一発目から超守りの一手、ドライブクロア 3.5 インチ、ラインが2ポンド、エステル2ポンド、シンカー 0.5g。今日はね、これから風がガンガン吹く予定なんで、この風が吹く前までがね、ちょっとチャンスだと思ってます。風が吹いてからもね、全然チャンスはあるんですけど、いかんせんですね、カメラがね、ゴーゴーしたんですよね。どうなんだろうな、まだ本流というか、こういった支流の方に入ってきてないのか。相模川に来たのは5月ぶり。5月に1回来てないな。このエリア多分5月来てないですね。4月に1回中旬かなに来ただけだったような気がします。流れが効いてますね。あとはね、このカバー際にラバージグを落とすかっていう感じなんですけど、ラバージグ持ってくるの忘れました。ということでカバー攻めはなしですね。なしですかね。ちょっとね、角度変えて投げればこういったカバーも攻められると思うんでやってみますけど、左からね、右に流れてるわけなんですけどもね、大体こう釣れる時っていうのはもうこの時点で1バイト2バイトありますからね。まあ1バイト2バイトとか、まあノーバイトなんで、となると要はアベレージ以下のね、こう、まあ、20センチ台10センチ台の魚はあまり入ってきてないっぽいですね。あとはね、最近ちょっと大雨があったんで、その雨で、支流から抜けちゃってるかっすね。来やせんね、このラインにいないとなると、このラインにいないとなるといないのかなっていう感じですね。ダメなのかな。それ魚っ気はなくないですね。ちょいちょいいます。あとはもうドアフターでちょっと追えないのかもしれないです。まあね、こっちの神抜川ここら辺の方がね、まあ、魚のコンディションがいいだろうなということでやってるんですけども、ちょっとビッグベイじゃないかな。さあ、ちょっとねルアーを変えます。ダッチ、かなりスローリトリーブス、もう頭だけゆらゆら入れるだけっていう、もうほぼほぼもうズル引きで。まあ流れがね効いてるんで、上流から下流に流してみて、もう足ギアをね、流れを使ってゆっくりゆっくりゆっくりリトリーブズボッて。さあ30分なんでね、今回も釣れないのかな。ちょっとね、川が魚が見えないほど濁ってるんで、もしかしたら魚が入ってるんだけど、ただ単に見えないだけかもしれないですね。ほぼほぼこの放置と波紋だけで来ないかなって思うんですけど、たまにねこうやってると下からこうわーってねバスが出てきたりするんですけど、あとはちょっとねビッグベイトでよいしょよいしょポンポンポンって打ってみて、もうちょっと下の方でねまたライトリングでやってみるか。ちょっとね思ったよりね川が流れてるんで、
もうちょっとね川が流れてない方がいいのかな。あのね船のらへんをギリギリをほぼほぼ泳がしちゃうとね船から離れちゃうんで、ちょっと波紋を出すだけで、ね、でっかいトンボだと思って、ね、食べてこないな。ちょっと思い切ってど真ん中に、普通のね速度でも十分釣れる速度だと思うんで、ダメかな、出そうなんだけどね。ズバーンって鯉がいる。50センチオーバーの鯉が現れた。ダメかな、もう一回川のど真ん中。チャオスラオルタリー。今巻いてないですかね、川の流れだけであんだけ動いてるんで。ダメかな、これは。でも早くもダメかもしれないっていう。まあね、羽物ね、ダッチは釣ったことなくて、あのコンパドールっていうねジャッカルの羽物はね釣ったことあるんですけど、もう羽物でね釣られてる方のねこう動画とかたまに見ますけども、スローですね、超絶スローですよね。だもんで、その超絶スローにちょっともう僕の私がせっかちなんで、それについていけないという。サイレントキラーやりましょう。ホーネットスティンガー 7.2 フィートヘビーアクション。ちょっとね足場が高いんで超ナチュラルだね、本当に。これで出てこないかなと思うんですけどね、下からズドってこうね出てきてくれないかなと思うんですけど、特にねここら辺なんかもう一番釣れるだろうと思うんですけど ね。サイレントキラーというかビッグベイトの釣りは本当フィネスっすね。ここいるだろうってところからこう確実に出すみたいな、ズドって。とにかくねこう破壊力がすごいんでって思うんだけどな。ある程度ね手前に来たらこうルアーがこう浮かないようにこうある程度こうラインスラックを作ってこうやってあげないといい感じでこうドッグウォークしてくれないんで、結構このドッグウォークがキーになるんで。さあちょっとねこういった足際系長くなっちゃいましたけど、足際系でドッグウォーク。はい、最近ねちょっとゴミ拾いの量を減らしました、そのことがね概要欄に載ってますので、1ポイントにつき1つのゴミ拾いというですね、非常に少なくしたんですけども、理由がねちゃんとありますので、概要欄の方ご覧になってください。1つとは言わずねこういった感じで3つぐらいは拾ってますんでね、特にね足際もね侮れないんでね、特にねこうすごいピンからこう誘い出すパワーがすごいんでビッグベイトは。ですのでこうピン打ちもねしっかりやって、でやっぱりね基本かもしれないですけど上流から下流に投げてあげる方がルアーの動きは安定しますね。相模湖の時はねアベントゥーラっていうショートロッド使ってたんですけど、おかっぱりの時はね意外とロングロッドの方がこうやりやすいです。足場がね高いことが多いんで、そうすると足場がね高すぎることによってルアーの動きがねよろしくなくなっちゃうんで。さあ最初ね立ったポイントも、結構本命だったんですけども、下流のね逆ワンドとぶつかってできるよどみもですね結構本命だったりします。あとこの船の下ね明らかにいそうなんですけど、もしかしたらもうちょっと沈めた方がいいのかもしれないです。超ネチネチ。あーここの脇もいいね。うわ出そうなんだけどね、いないのかな、不在かな。よいしょ、割と本命エリア。ここもゴミがすごいな、ご協力お願いいたします。やっぱりね侮れないのが岸寄りなんですよね。岸寄りがマジで侮れないんで。うわ向こうの方が人がすごかったね。
珍しいな、向こうのは釣れてんのかな。時期的にはまだまだ逆ワンドだと思うんですけどね。4月来た時は、まあ、どちらもあの人気ありましたけど、逆ワンドの方が人気があったような気がします。ここはね、ちょっと沖にテトラが入ってるんで、そのテトラにかすめるようにサイレントキラードッグウォーク出てこないな。だいたいね、釣れる時はあのもう一発なんで、ほんと魚はね、魚釣りなんてほんとそんなもんですよ。釣れる時はもうほんとあっけない。あとはジョイクロかな。そう、ジョイクロの方がね、何気にこうナチュラルで釣れさせにくいんですよね。ジョイクロの方がパワーがね、多分ジョイクロの方はないんで。出てきそうなんだけどね。いやここら辺はほんと出てきそうだけどな。基本ビッグルアーでサーチアプローチしてみて、まあ、来なければ来ないとか、まあ、チェイスがなければ、ちょっとボトム寄りっすよね。はい、ありがとうございました。30分フィッシング早いものでね、もう終わっちゃいましたね。まあとりあえず、まあ、1,2 箇所ぐらいしかねできてないんですけど、最初のところがねもっと流れが効いてて、でこっちの出口のね向こうがね逆バンドなんですけど、こっちの淀み側をやってみましたけどもね、一番釣れそうな感じはしたんですけどね、アフターとねアフター回復が入り混じるような、そういったねいい魚が釣れそうな気がしたんですけど、気がしただけでしたね。はい、いつもの僕ですね。ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。今回もね相模川編をちょこっとね、問いだめするのでね、お楽しみにしていただけたら嬉しいです。ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。ボボ鉄平ことボボちゃんでした。もしですね、僕のことを応援してもいいよ、いいぜいいぜ、超応援したいぜみたいな方がねいらっしゃいましたらね、ぜひともチャンネル登録まだの方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。